はい、お久しぶりです。寝巻きブランキーです。見えないね。時間かかっちゃいましたけど、828の包丁の表面っていうかね、最後の3本目終わって、あともう一つ報告あります。で、これね、写しておきますね。これはね、G 境のですけど、縦めのヘアラインで、仕上げまして、やっぱこれピカピカないでしょ。ね、キュウリ張り付くもん。こんな感じですよ。こんな、露出が暗くなる。です。ペーパーはね、何百万までかけたかな。800でやめました。800でやめて、ドドドンって、マグポリに、ダイヤモンドペーストのね、確かね、5ミクロンじゃないね、7ミクロンですね、7ミクロン。で、ちょっと黒っぽい感じのツヤ出してから、またマグポリっていう、そういう変なやり方してるんですけど、で、やりました。はい。でね、ちょっと移動しますね。なんかこんな貼ったりして、なんかこんな、こんなあったりして、こんなだったりしてとか、なんかいろいろなんですけど、はいはい。じゃあ移動します。はい、ここ、研ぎと大物魚用の台所ですね。台所は奥さんの台所、上にあります、普通に。ちょっと全然関係ないですけど、これなんかまな板ですね。はい、叩く時のまな板です。はい、これ、師匠に送っていただいた大銀杏ってね、まな板です。これは大事な作りのための、まな板です。まあ、それはいいんだけど。はい、研ぎました。こんな感じです。こんな感じですね。なんか映っちゃうね。はい。ですね、結構、どこに、ここに、結構なんていうの、フラットに研いだところに、コバみたいな感じで、ちょっとハマグリがつけてあったんで、今回は、最初からこの石当てるときからね、電着ダイヤ、いや、この石を当てるときから、ハマグリをっていうことを意識して、刃をつけました。ここから、ふくよかな切り刃にしていってもらえればいいなっていうね、こういう、爪汚いですけどね、こういうふうに研いでってくれるでしょう、828はもちろん。ね。で、使ったものが、例のごとくご粘着ダイヤたちです。はい。それからこれちょっと使わせてもらいました。はい。三河のナブラ。これも使いました。人造ナブラ。でですね、粘着、240と400かけた後、あ、違う、1000かけた後、まず、あそこに見える有名な、シャフトン黒幕旋盤です。使いました。なんていうんですかね、面を作るためですね。はい。シャプトン旋盤、アラと扱いです。その後に、キンデラの800です。キンデラ800の方が細かい認定されております。私の中では。それから、いつものように、ペーパー240、400、800、旋盤ゴムシート、1500番ゴムシートです。今ゴムシート入ってます。っていう風に、研がせていただきました。でですね、はい。研ぎやすい包丁っていうかね、築地政元いいですね。包丁に、研がせていただいたっていう感じです。それでやっててね、私途中でやっぱりチェック、このチェックですね。このいつもの、切れ目チェックです。これ、今回、ほとんどやりま、ちょっとやったけどね。不安で。本当、なんて言うんだろう。これで切れないわけがないだろうっていう感じで今日進められました。こんなこと言ってると後でしっぺ返しくないそうでね、やるんですけど、いや、ほんとこれで切れないはずはないって研げました。うん。で、あと、きれいにね。
あと4畳はこれ、7個か4年かかってるんですけど、4畳剥がしたってあの、絵をね、あのちょっと漂白して、きれいにして、撮ってますよ。なんでもうちょっと待ってね、あの、子供さんたちとね。じゃあ、あの、ピカールやりましたんで、切ります。あのね、あ、養生剥がしたんですけどね、養生のテープの跡残ってるんです。これ貼っ付けたのをしておいたらね、中に水入って錆びちゃったりやだから。あ、そうそう、切っちゃった。ちょっと。さあ、薄く。薄くよいしょ、押して引いて、こんな感じですね。一旦止めますよ。はい、はい、じゃあ行きます。よいしょと、おっと、えっとっと、うん、ピントはないんだよね。満足。満足ですよ。いやー、あの師匠のね、あのモデルのやつを手本にするように頑張ってみました。なんかあんまり減らさないようにできたと思います。ね、だから先っちょのところ少しね、あれなんだけど、あのずっとタンついてんだけど、え、これからね、あの一気にね、こうドーンってやっちゃったら歯減らすから、これからふくよかにしててくださいね。気持ちいいね。ちょっとなんかちょまだもうちょっとね。ああ。はい、ブランキーでした。どうも。